身長ビヨーン、医師医学博士、整形外科専門医、身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長の間違い方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日ですね、お話しさせていただくのはこちら。800万円で背を伸ばす手術、15センチ高くなるに予約殺到ということで、こちらはですね、ラスベガスのとあるクリニックが、客延長術ですね、身長を伸ばす手術を800万円で受けていて、それに対してですね、予約が殺到しているといった記事になってまいります。でこちらのですね、もうちょっと記事をちょっとね読み上げていくと、所要時間は1時間半で、冗談でも悪ふざけでもない、財布に75,000円、約800万円ですね。クリニックの扉を叩けば永遠に身長コンプレックスが解放されると。すでに注目を浴びているこの手術で、約30人の男性が同意書のサインを済ませたばかりか、大勢の人々が順番を待っているということで、非常にですね、多くの方がですねこの治療を希望されているということが記載があります。まずこの手術の内容について簡単に説明させていただきたいと思います。こちらですね、まず所要時間は1時間半というふうに書いてあるんですけど、1時間半が妥当な数字なのかどうかというちょっとまず解説させてください。この手術の原法というかですね、もともと手術の方法としては、骨折した時ですね、大腿骨っていって、ここの部分なんですけど、ここの股関節のここの部分ですね、ここの部分をご高齢の方ですね、ご高齢になってくると、そういったところですね、転倒したりすると骨折する方がいらっしゃるんですけど、その時に使うような髄内定っていうような単語があるんですけど、髄っていうのはですね、骨髄の髄で、内は内ですね、で定は釘っていう字を書くんですけど、髄内定と呼ばれるようなものを、ここからですね、ここの付け根からぐさっと入れて、ぐーっと入れてね、骨っていうのはですね、中は実は柔らかくて、外は硬いんですけど、皮質って外の部分は硬くて中が柔らかいので、その中の柔らかい部分にその髄内定をですね、おそらくチタン製とか、そういったようなものだと思うんですけど、それを入れて骨折した部分をですね、補強して骨がつくのを待つっていうような手術なんですけど、そういったようなですね、大腿骨頸部骨折、もしくは天使部骨折に対して使用されるような髄内定、もちろんちょっとモディファイ、少しそれをですね、客延長術用に少し変更されているのだというふうに推定されますけど、基本的にはそういったような手術を元にしています。で、今回の場合は人工的に骨をですね、バチンとこう、ウィーンって切っちゃって、で、それである程度こう、ギャップですね、ギャップを持たせて骨折の治療と同じような状況をして、人工的に骨折を起こすわけですね。そこに先ほどお伝えした通り、ここの、太ももの付け根の部分から、さっきお伝えしたような、髄内径と呼ばれるものを入れると。でそのいわゆるもともとですね、ご高齢の方が骨折した場合の手術時間では大体短いと30分ぐらいで、長いとですね、大体2時間ぐらいですので、今回所要時間1時間半というふうに書いてあるんですけど、おそらく妥当な数字かなというふうに推定されます。ただ両足やらなくちゃいけないので、そういった意味だと検測、片方右足左足というふうに考えていくと、45分45分だから、結構パッパッパッとね、やっぱりこればっかりやってる先生ですので、きっとスムーズにやっているんでしょうというふうに推定されます。麻酔の方法に関して言うと、いわゆる全身麻酔っていうところと、腰椎間ですね、ブロック麻酔みたいなのをおそらく併用してやってらっしゃるのではないかというふうに、推定されます。ちょっとそこね、記載がないので、予想になってしまうんですけど、少なくともですね、全身麻酔は絶対やるかなと。そうしないともうね、自分の足がこうね、ウィーンってこう、骨を切るとき、ウィーンっていうですね、電動のこぎりみたいなもので切ると思うんですけど、それをですね、見て耐えれる人はおそらくいないと思いますので、寝てる間に終わる手術かなと。いうふうに推測されます。次がですね、足の骨を切断、伸縮可能な装置を挿入というふうに書いてあります。で、ここの部分はですね、このクリニックの特徴というか、進んでいる部分で、ちょっと動画の方をね、拝見させていただいたんですけど、これは足の骨にこう、こういうふうに骨折をしたら、そこのギャップをですね、1日だいたい1ミリずつぐらいですけど、徐々にこう、ずっとやっていくそうです。1日1ミリとか10日で1センチなので、1ヶ月やれば3センチ、2ヶ月やれば6センチ、3ヶ月やれば9センチ、センチみたいな表現できると思うんです。そういう形で、ちょっとずつ、伸ばしていくわけですね。そういったような装置で、しかもその装置っていうのは、昔であればこれアナログ的にですね、こうネジでこうギギギギってですね、こうギャップ広げていたものを、今回いわゆる電子装置ですね、それこそ iPhone でアプリみたいなもので管理するのか分からないですけど、こういったのピン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 ってやっちゃって、少し伸ばしていくっていうような手術をおそらくされているというふうに推定されます。はい、今ねお話しさせていただくと、1時間半ですけども、
まあ確かに高額ではあるんだけども、身長がですね、もしこれだけ簡単にですね、まあ伸ばせるのであればやってみたいとね、思った方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあこので、まあ手術の一番ね、注意しなくちゃいけない点っていうのは、やっぱりリハビリの期間が非常に長いことだと思います。ね、この記事だと、まあポジティブな捉え方として、自分の骨の中に釘やボルトを仕込んだ鉄人になる必要はない。1年経てば装具や固定具も外せるし、骨が生涯縮むことはないというふうに書いてある。だけどこれ逆の裏返しをすれば、まあ、1年間ぐらいはやっぱりリハビリをねしっかりしなくちゃいけないよというふうなことが記載してあるとも捉えられます。まあ、私自身もまあ推定ですけど、なんだかんだ言って、まあ、1年ぐらいは通院が必要、まあ、その間もまあしっかりとリハビリを行う、まあ、あとはそういった1年経った後もですね、まあ、パフォーマンス、まあ、走ったりジャンプしたりするっていうね、そういったですね、まあ、パフォーマンスを上げていくっていう意味だと、かなり長期的なリハビリがですね必要になってくるかなというふうに考えられます。参考になりましたでしょうか。あと、ね、最後に書いたのは、相談に訪れる人のうちのですね、9割は男性だということで、まあ、このチャンネルもですね、大体チャンネル登録のうちの、まあ、8割ぐらいが男性でいらっしゃいますので、まあ、そういった意味ではですね、やはり男性の方が身長に対してですね、まあ、思いが強いというのは、まあ、日本もですね、アメリカもやはり同じなんだなというのは、ここからわかります。まあそんなところかな。まあちょっとね、まとめになりますけども、まあ手術自体の元々の方法としては、骨折の時に使う手術の方法が採用されています。で、それに対して骨を伸ばすのに装置を入れて、それが電子的に制御されていて、だいたい1日あたり1ミリ程度伸ばせるそうです。まあ最初のスタート時でギャップを作ってスタートするので、最初プラス2センチか3センチか離した状況からおそらくスタートするのではないかなというふうに推定されますけども、まあ、あとですね、まあ一番最後に書いてあったのは、まあ約7センチの身長アップを希望するというふうに書いてあるんですけど、まあ、僕の勝手な予想でちょっと全然違うかもしれないですけど、最初の骨折の時点で多分2センチか3センチぐらいのギャップだったら最初からギャップ作っちゃってもいいと思うので、そこから例えば1ヶ月、例えば3センチですね、やれば、まあ、2たす3で5センチ、2ヶ月やればまあ7センチみたいなところで、まあ、大体それぐらいだったらみんなね頑張ってやれるっていう意味でも7センチなんじゃないかなというふうに推定されます。まあ、今日はね、ちょっと身長に関する手術のことについてお話しさせていただきました。私自身はですね、手術の客演長術はやっておりませんので、まあ、今後ね、私はこの身長先生というキャラクターがより皆さんに愛されるようになってきたら、私自身が手術をやることはないかもしれないんですけど、他のですね、手術を一生懸命やってらっしゃる先生とかとタッグを組んでですね、まあ、より身長に特化してですね、まあ、クリニックとかね、そういったのもね、作ってみると夢がね、膨らんで楽しいなとね、思ったりもします。まあ、もちろんね、この手術が、まあ、ここにも書いてあると、まあ、いわゆる美容整形と近い部分があって、あくまでも個人的な、ね、価値観に基づいた治療の一環であることは、ね、間違いないと思うんですけどね。まあ、こんな感じですね。今後もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長を伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバーイ。